昨日午後、小樽の住宅の敷地で軽乗用車をジャッキで持ち上げて修理していた60歳の男性が車の下敷きになり死亡しました。昨日午後7時頃、小樽市末広町の住宅の敷地内でこの家に住む会社員中田一史さん60歳が軽乗用車の下敷きになっているのを夕食の準備を終えて呼びに来た中田さんの妻が発見しました。 中田さんは運ばれた病院で死亡が確認されました警察によりますと中田さんは発見される前息子から乗っている軽乗用車のマフラーに穴が開いていると相談を受け昼過ぎからジャッキで車両を持ち上げて修理していましたその後何らかの原因でジャッキが外れ車の下敷きになったと見られています警察はジャッキが外れた原因を調べています